プロテインブレイクバーでございます。これもね、筋トレ中のおやつかなと思います。タンパク質の補給とかなんとかかんとかですね。私の場合は、間食にちょっとこれをいただいて、1日に朝昼晩のご飯があるでしょ。で、炭水化物は朝取って、お昼は控えめに、夜は取らずにっていうペースでいこうかと思うんですけども、その朝昼晩の間、朝昼の間、昼と夜の間に、こういうのね、1本だけいただいていこうかと思います。そんな感じでね、これを使っていこうかと思いますけども、ミスター M さん、またレビューをお願いします。はい、じゃあ今日はね、プロテイン、このブレイクバーをちょっと食べてみようかと思いますね。プロテインが 3.4、タンパク質ですね。3.4g ということ。そして、砂糖がね、0.9g なんで、今までご紹介した他の、こういったプロテインバーに比べると、ちょっとインパクトは弱いかなと思います。大きさも小さいですしね。まあ、ちょっといただいてみます。開くかな？よし！これね、やっぱりね、ヨーロッパの、あれですか、パッケージってのは、ピリッと開けにくいんですよね。ハサミ使った方がいいですね、どうやら。はい。ということで、ギュッと開けていきます。まあ、チョコバーですね、完全にね。でパカッと2つに分かれるのかなと、いただきます。うん。キットカットですよ、これ。キットカット。うん。これ、なんだろう。チョコバー。お腹にズンと溜まるわけでもないですし、うん。これ、ひょっとするとね、食べ過ぎちゃうかもしれない。美味しい。うん。単なるキットカットですね、これね。うん。ということで、美味しいだけでございました。うん。以前ビスケットを丸いの紹介したんですよ。カレーパン、カレーパンって言ってたあれね。あれを朝食に1個食べると、まあいい感じみたいですね。あの後、プランクやったり、朝のトレーニングしたりするといいのかなという感じでございます。で、粉の方はこれで飲むということでね。うん、600cc 飲めるんで、まあ、水分補給にぴったりかなというところでございます。で、6月30日、今日の体重は、風体入れて、風体っていうのは、まあ、服とか、なんとかを入れてですけども、85キロですか。ジャストでした。ということなんで、目標体重は、ピシッといきましたね。うん、だから、今月2キロぐらい減ったってことですね、これ。まあ、私の感覚では、で水をね、飲むときに500とか飲みますんで、それから、運動するとね、やっぱり汗がかなり抜けますんで、この時期ですから。だから、1日のうちに1キロの上下はあると思いますから、まあ、この85キロ、目標達成とは言いながら、油断することなくね、7月から始まるトレーニングは、83キロ、83キロ、ね、目標にしたいなと思います。目標ですよ。最終着地が84キロでも全然いいと思いますんで、目標83、最終着地、実質84みたいな目標にしようかと思います。そんな7月をスタートします。それではプロテイン。